私たちはセンマでーす。はい、ということで今日は、はい、ハロウィンの食べ物で1万円かく。私はごめん、仮装でーす。これは実は去年買ったんですけど、撮影に間に合わなくて。そうだ、うん、私登場させました。まあ今年はみんななんか和、和を、そうですね、そうだね、勝手に和をテーマになりました。ということで、もうお腹が空きすぎて空きすぎてもう死にそうなので、はい、もう早く食べたいと思います。楽しみ、はい、レッツジェイゴー。もう私たちは、はい、チキンが食べたすぎてたまりません。食べたい食べたい。普通のチキンにしよう。せーの、いただきます。めっちゃ食べづらいんだけど、ね、最高。マジ幸せ。久々にさ、ケンタッキー食べたからさ、うん、この言えないね。うん、この言えない。マジ幸せ。ね。うまい。なんかめっちゃさ、うまいうまいってるからさ、ご飯に埋めてる人たち。うまーい。食べてる動画見ると食べたくなるよね。確かに。え、じゃあ何年ぶり？だってこれ1年前にやったよね、ハロウィン。ボツになったけどさ、ウーバー食べ、うん、うん、あと焼肉もボツになったよね。おうちで焼肉もやったけど、食べたね。間違えて消しちゃったんだ。悲しい。そういうこともあるんです。そうなんです。11月1日の6時にヤバいお知らせ解禁するので、はい、YouTube チャンネル登録して待っててください。プラの撮影をさっきしてきたんですよ、うん、楽しかったね。めちゃめちゃ楽しかった、うん、いけると思う。わかるわかる。2万円分ぐらいずれたの。それは無理だよ。ごちそうさまです。ごちそうさま。チキン、最近 YouTube 何見てる？ゲーム実況。うまっ。魔法は購入品とか食べみーす。結構バラエティ系見てます、うん、YouTube で言ったら、ね、見えてんの前。あんま見えてないんだよ。食べると口しかないから。最近なんかブル系の動画にハマってる。あれも好き。ご飯作ってる動画みんな好き。誰見てる？人は知らないけど、いろんな人見漁ってるみたいな感じ。いわゆるチャンネル登録してないで見てる人じゃん。やばタイプ。おすすめから見ること多くない？うん、ほぼそうだよね。大丈夫？うん、いや、うち塩せきとくるわ。チキン2個目ゆず七味。寝てる寝てる。起きてる起きてる。みゃー。猫うまー。理想の初デートは？え、マホは横浜みなとみらいデートとかしたい。歩いてるだけでいいの。うん、一緒に、ね、一緒に歩いてなんか可愛いお店見つけてご飯食べて。でもさ、うち初デートで、でもさ、うち初デートでお店とか。待って、出ちゃう出ちゃう。ごめん、将棋の格好で AI が足らなくて。かわいい。笑っちゃうよ。お揃いのものとか欲しい派？いや、めっちゃ欲しい。欲しい派はるかは。欲しい派。そんなやつやめちゃいな、ちゃいな、ちゃいな。で、子供の理想のデートさ、あ、あ、そうだ。理想のデート？将棋じゃなくて子供の、本当に。理想？うん。なんかさ、水族館行きたいんだよね。うん。ごめん、いろいろな。お前らが聞いたんだろう。はい、小林さんお願いします。将棋ことじゃないよ。普通のことね。うん。あ、そう、水族館行きたいね。うん、ことねとしてだよ。うん、うん、まあ、だから水族館行きたい。だから水族館行きたい。動物園は嫌だ。嫌ですよ。うっさいじゃん。嫌ですよ。どこにも切れる要素ないのに。怖いじゃん。あの方たち。気に変わってお仕置きよ。ちょっとダメ。ロースさんに火つけて。ローゼはローズグのローゼよ。だけど、マジチョコなんだけど。だよ
よね。猫の目は好きで、ずっと。まだするじゃん。だから動物園は嫌だってのは知ってる。水族館まだ好きで。水族館はいい。水族館で終わりでいいじゃん。バイバイ。水族館で集合してバイバイするんだ。さすがに噛んない、見る。丁寧やな。丁寧やな、噛んない。さすがに噛んない、再検査していただくよ。猫の目は好きで、どうなのよ。もういいよ。好きな人の前だとさ、食べるの恥ずかしくない？無理。ハンバーガーとかさ、嫌じゃない？いや、無理だよ。いや、初対面誰でも嫌だわ、女の人でも。これ、どうやって食べるんですかね？だよ、抜け出そうとしてます。チキン、あと一つずつ食べてほしい。結構多く。結構多く食べた？うち2個食べた。絶対そうだよ。だよね。これチョコだよ。青。いやいや。なんで言ったの？こっちでもなくない？うん、3つ目。ほんと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 。あ、寝せてみればいいよ。じゃあ何食べたら1個目？1個目はハネアリのやつ。1個目は？羽足、ヒール。3個目は？あ、これこれ。何？わかんない。ウィング。ちゃ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 。運動会で流れてたじゃん。え、これ流れてない。うち運動会あれだったもん。走り出す。走り出す。しかも、あの、時間になってしまいまして、はい、食べきれなかったのでお家に帰って食べたいと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございまし ました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上、ジェイコでした。バイバイ。 Love me, love now.